せーの、ほやほやかぶしゃこちんこの夫婦。すみません、ちょっと勝手に始めちゃいました。唐突に見てます、見てます、仲いいなと思って。唐突に、すみません。すみません、いつもやるやつで、はい、ありがとうございます、はい、見てます。ということで、今回は、はい、山田陽子さんにお邪魔しております。すごい、ありがとうございます。すごい、新婚さんのうちにお邪魔させてもらって。すごいよ、本当に。翔子ちゃんはもう、もちろんずっと前から知ってて、バリバリ水着を着てる時から。私の憧れの山田陽子さんです。いやいやいや、まあ、あまりに同じグラビアっていうカテゴリーだけど、はい、路線が違いすぎて、そうなんです、全然交わらなかった、合わなかったっていうね。そう、実際にはちょい先輩みたいな。ちょい先輩。2年デビューが早かったんだな、はい、ね。でももうずっと熊田陽子さんを目指しなさいって皆さんに言われてました。いやいやいや、全然違う。本当にそうだ。本当にいろんな編集部行くと、これはでも最近もずっと言ってました、本当。もうずっと熊田陽子さん、星野亜紀さんを目指しなさいってずっと言われて、ね、生きてきました。十何年間。嬉しい、こんな可愛い子に。だからずっと目指してました。なかなか目指せないけど。いやいやいや、ありがとうございます、はい、いや、めちゃめちゃ緊張してます、それで。そう、緊張してるし、はい、今も暑いし。それは違う理由までもね、高温期で。はい、翔子ちゃんが DVD の発売イベントの時に名前を出してくれて、はい、いつか私も DVD 撮影したいって、うん、コラボしたいと思ってた、 DVD の撮影で、そうです。でもそしたら DVD やめますって来て、はい、ネタにやってみたの、それを。でもそしたら YouTube で結構、はい、ね、水着のとか、あの下着の紹介もしてくれてるから、はい、そこで楽しませてもらってて、もちろんお二人のチャンネルも見させてもらって、 ありがとうございます。嬉しい。あ、そうです、それでなんとか、命がなんとか今のところ まだもうちょっと心拍が、もうちょっとしたら心拍が確認できるんですけど。そうか、本当の本当に初期段階ね、はい、今一番初期です。なかなかその時期をオープンに出してくれるっていう方がいないから、はい、ほぼいないですね、うん、はい、ですよね。だからものすごくありがたいと思う、はい。でまだね、心拍も確認してない段階なんだけど、はい、私もその授かれたことが嬉しくて、はい、ちょっとおせっかいおばさん的にお祝いを選んできたの。嘘、待ってくれた、もうすごい、エビクリした。これちょっとね、すごいすごいすごい、やばいやばいやばい。ありがとうございます。ぜひ見てください。初めて本当確かに。いいですか、こんなに赤ちゃんが生まれたらまた赤ちゃんと一緒に使えるものとかがいいなと思うんだけど、はいはい、今はやっぱり妊婦さん、はい、体を一番大事にしてほしいし、はい、生まれちゃったらみんな赤ちゃんの方行っちゃうと思うから、翔子ちゃんメインのものを。すごい、嬉しい、ありがとうございます。いいんですか、開けてください。あ、嬉しい。わ、こっちも、じゃあこっちもやったね。うわ、そう、めちゃめちゃ嬉しい、すごいね。でこの開けてもらいながら、じゃあ、はい、こんな感じがいいよっていうのも、はい、一応3人、はい、あったんですよね。3人もいらっしゃって、はい、ただ3人産んでるんだけど、はい、1人目出産の後授かった子は流産しちゃったから、はい、だから本当、はい、ね、何があるかわからないから、そうですよ、ね、なるべく大事をとって、はい、ね、優しい旦那様にも支えてもらって、日々勉強してますけど、はい、そうやってパパママにスタートラインは一緒だからね。あ、まず、ボディケア用品です。あ、あ、そうなんです。熊田さんに来てたんですよ、うん、コメントで、うん、私たちのチャンネルに、うん、偶然だよね。そう、ほんと偶然、コラボとかするとか何も言ってないのに、うん、プロポーションとかどうされてるんですかねって。もうね、プロポーションはね、はい、妊娠中全く気にしてなかった。もう毎日ビュッフェ、好きなものを好きなだけ食べてて、好きな時間に、で第1子が16キロ、はい、第2子14キロ、はい、第3子17キロ増えてるんだけど、絶対戻せるから大丈夫。もう今はそんなプロポーションのこと考えなくていい。どのくらいで戻りました？ね、はい、妊娠期間がと月10日って言われてるから、はい、それと同じ期間ぐらいがいいと思う。あんまり急に痩せるとやっぱり不眠不休でね、赤ちゃんのお世話に大変なのに、そのボディケアとかも考えられないと思うから、あ、もうだから今は好きなだけ食べていいよ。その食べたいものが多分赤ちゃんも欲してるものだと思うから。私はね、マックのポテトをとにかく食べてた。私マックのポテト大好きなんです。それって昔から？昔から妊娠関係なくね。そうです、そうです。でもやっぱいいですね、そのね、お二人のチャンネルで、はいはいはい、今日はどこどこのサイゼリアの、はい、食べたグラタン、ミラノ風ドリア、ね、ドリアだ、はい、がいいとか、そういうのが絶対あると思うから、はい、
だからもう翔子さんが食べたいものは赤ちゃんも食べたいって言ってると思って。ああ頼もしい。頼もしい。いいと思う。じゃあ増えていいんですねどんどん。全然いいよ。でもそれはお医者さんと言われるから、はい、で翔子ちゃんは絶対細身だから、はいはい、結構増えていいって言われると思う。私もマックス増えていいって言われる体重まで行ったから。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあちゃんとそこは守って、うん、逆にね、あんまり体重制限してる妊婦さん、ちっちゃく産んで大きく育てるのがいいって何年か前にそういう言葉が言われたんだけど、はい、逆に妊娠中に体重の管理しすぎて、はいはい、赤ちゃんが栄養が欲しい欲しいってなって、はい、肥満になる確率が高いっていうデータもあって、だからあんまり節制しすぎるのも良くないと思うんだよね。へえ、なるほどね、うん、そうなんですね、うん、でもなんか敏感なんですよ、その体型の。そう、食料的にもね、今までの。そうですね、ちょっと太ったら気になっちゃうんで。そりゃ太ったって言わないよ、全然大丈夫今はもうバクバク食べてますけど、うんうん、じゃあそれでいいってことですね、うん、皆さんもいっぱい食べてください。大丈夫。痩せられる方法はいくらでもあるので。大丈夫。ジム、私ジムエステ行ってないから。ですよね。エステ一切行かないっていうのをずっと。年に1回ぐらい多分プレゼントでとか招待でやってもらえるけど、第三子、あと骨盤矯正も生まれてこの方1回もない。はい、けど、そのちっちゃい、大丈夫。分娩台でやる方法があるから。あるんですか？もう今言おっか。またこのトークね、ネタの方向確かに、まあ、止まらない。まだね、妊娠初期だからね。あ、そうです。そうだよね。だから、はい、産む前とかちょいちょい来ていいよ、生活さんが。来てほしいです。すごい。嬉しい。一緒に焼けた方向とかも行きたいぐらい。行きたい。そこにあるんで行きましょう。行こう。家がバレちゃう。で、これはね、一応、クリーム、これね、そう、たくさんボディクリームで、はい、これは全身に使っていいのと、はい、あとこれはなんか新商品らしいんだけど、はい、ボディーソープでデリケートゾーン用なの。嬉しい。で、一応ね、はい、あの、遠因切開って、はいはい、怖いよね、切っちゃう。それしたんですか？したの。はぁ、そんなもんまた聞きたいぐらい、なんか違うのできそう。ただ、遠因切開を、はい、しない方がいいって考えてる人は、はい、そのマッサージとかもあるので、ね、あそこの、はい、それをやったりもうするから清潔にしましょう。そう、伸びるようにしとくっていう、不思議な。3回とも切るんですか？私1人目はこれ切っちゃったらすぐ出ますよって言われたんだけど、はい、そのまま踏ん張って頑張ってたら避けた。ああ、ブチって。そう。でもね、ごめんね、産む前の人に、はい、このまま麻酔なしでいいから切ってほしいってぐらい痛かったから、はあ、だから、へ、ま、産み方まだ決めて、え、一応無痛にしようと思ってるんですよ。あ、もう全然痛みに弱い人とか心配な人はそっちでいいと思う、はい、私3人目はあまりの痛さに耐えきれず、はい、途中で麻酔打ってもらったから。途中でされたんですね。でもどんな産み方でも可愛いから、そこはもう、そこはじゃあもう夫婦で話し合ってベストな方法。わかりました。でこれは、はい、バストが今どんどん大きくなって、はい、で、はい、もうより大きくなるし、はい、赤ちゃん生まれたらそのおっぱいを作るから、はい、もうすっごい大きさになると思うんだけど、はい、その後にも、はい、やっぱどんどん減っちゃうんだよね。悲しいから、どんどん絞れてくる。その時のためにも、はい、このバストクリームで、はい、塗っとくと張りが保たれるよっていう。これはね、手で塗らないヘラがあるらしい。なぜかっていうと、手で塗ると手がふわふわになっちゃうんだって。そっか、言いますよね、よくクリームって、そのバストアップのって、だからヘラがあるらしいんだけど。ヘラ入ってるんですね。ヘラどっかにあるはずなんだけど、なかったらまた言って、お店に言うわ。ありがとうございます。そして、はい、こちらは何でしょう、かわいい。ここね、そう、スイートマミーさんって言って、私第2子の時から、はい、一応撮影とかでもお世話になってて、はい、大体山にあのお店があるんだけど、ネットとかでも売ってて、全国にすぐ届けてくれます。かわいい。あ、すごい。これはね、あ、こちらのお店は全部マタニティ機から、はい、産後の授乳機もできて、はい、これね、実は、はい、ちょっと旦那さん持っててもらっていいですか。これね、お腹が大きくなっても全然着られるし、さらに、はい、授乳の時にペッてめくって、すごい、ここ見てペッて出るの。おっぱいが、すごい、すご
だから万が一授乳ケープを忘れてもここで隠せるし、はい、ちょっとレースになっちゃってるけど、待たせずに授乳できるっていう、すごい、ありがとうございます、商品紹介みたいな、はい、はい、たくさん、これはマタニティパンツ、あ、嬉しい。でも第1子だからちょっと汚れやすい白を選んじゃった、はい、第2子以降だったらちょっと汚れにも目立たないデニムとかがいいかなと思ったけど、こういう部分がついてるとすごいお腹が支えられて楽、楽ですね、うん、わあ嬉しい、めっちゃいいじゃん、すごいすごい、初めてのマタニティグッズ、本当、はい、そうなんです、あ、これはね、ナイティです、めっちゃいっぱい、ナイティウェアですか、そう、パジャマ、かわいい、一応翔子ちゃんは、はい、夏の妊婦さんを経て冬に生まれるでしょ、はい、そうだから両方着られるように、え、わあ、そういうことですか、こっちカーディガンになってて、そうなってて、一応3点セットになってて、これは真夏に、で多分来年の今頃は授乳してるから、はい、これも授乳しやすいようになってて、パッと内臓だし、へえー、めっちゃ便利、そうで一応、こっちがパンツですね、そう、あ、すごい履きやすそうな、ね、ゆるゆる、ちゃんとここにゴムが調整できるんですね、そう、ここがね、すごいの、すごい、何段階にちょっと触っちゃって、はい、引っ張るとどんどん細くなるから、産んだとお腹ペタンコになったらここを止めれば、ここ止めて使えちゃうって、2つもどんどんお腹大きくなったらゆるゆるで履いてもらえばいいから、すごい、すごい長い間履けると思う、嬉しい、赤ちゃんが触れても大丈夫な優しい素材だし、はい、確かに気持ちいいですね、素材がツルツル、ね、敏感なママの肌にも、ありがとうございます、とんでもないです、素敵なプレゼントたくさん、もしネットとかでも気になるものがあったら、はい、あのチェックしてみます、そう、子供用品もあるし、じゃあ、あと質問で、うん、その妊娠初期とか、うん、子育て、仕事、主婦の両立はどうしてますかっていうので、結構初期って本当にお仕事お断りしてたりとかしてて、結構できないのが多かったりするんで、どうされてたんですかと思って、第一子の時は思いっきり仕事してて、はい、主人とは結婚したくて付き合ってて、はい、で一応本当裏側なんだけど、事務所にも挨拶に行こうってなってたら、はい、結婚やっぱりグラビアの子が結婚するって死活問題というかね、あ、事務所にとったら、ね、はい、お仕事的に、うん、働けなくなるっていうのがあるから、はい、会わないってもう反対されてて、はい、でも私はどうしても20代のうちに結婚したかったから、はい、もうこれは強行突破しますと家族に言って、はい、で母親にも先に赤ちゃんが授かれるかもしれないけど、はい、いいですかって言ったらもう OK もらえて、はい、でね、もう不思議なんだけど、はい、一軒家に母、私、はい、その通り、まあ、後に主人になる彼氏が一緒に住んでたの、へー、だからもう、はい、結婚に向けてみたいな感じで、うん、でもういつでも赤ちゃんできていいっていう風にしてて、はい、授かれて、はい、ただ授かれた時、はい、月刊熊田陽子を撮ってたんだよね、え、そう、それっていつ頃ですか、ね、妊娠まだ1ヶ月とか分かって、そう、まだ1ヶ月の時だから自分でも分かってない時だね、分かってない時に撮影してたんです、うん、そう、へー、だからね、で月刊の人に言われたの、はい、月刊撮った後ってみんな妊娠っていうか結婚しちゃうから、はい、その時安めぐみちゃんとか結婚してたらしくて、はい、そうすると腕行きが止まるからクマちゃんやめてねって言われてたんだけど、そうなってしまいました。それで、実は、はい、私はね、妊娠5ヶ月の時に結婚しました、はい、さらに妊娠してますって同時に発表したのね、はい、だからその妊娠5ヶ月まで誰にも言わない状況だったの、うわ、マネージャーさんにも言ってなかったし、メイクさんとかもうスタイリストさんにも言ってないの、大変、だから水着の撮影が入りそうになると一応マネージャーさんに聞いて、はい、いやちょっとそのあたり難しいですねって謎のお断り方をしたりして、ね、そうで、スタイリストさんも、はい、あれ最近太ったみたいな感じの会話があったりとか、はい、でも誰にも言わずに、はい、発表したのがロンドンハーツで、はい、結婚プラス実は妊娠してますっていうのを発表したんだよね、だから内緒にもしてて、それはじゃあもう安定期に入ってから、そう、それまでじゃ隠し通せたのすっごい大変ですね、大変だった、だからね、多分世間の
妊婦さんも、はい、多分安定期入ってから言うのが普通、ね、そうですよね。だから会社の人とか言えないけど、はい、座りがひどかったり、そうですよね、なかなかそう体調が眠すぎたり、はい、ね、いろいろ不順でできないってあると思うんだけど、はい、私もそれがあって、はい、新幹線で地方行ったりする時の新幹線なんかも気持ち悪すぎてずっとトイレにいたりとか、はい、あとそのロケの最中食べるなんかが無性に食べたいっていうのなかったんだけど、はい、どうしても梅干しが食べたくて、はい、コンビニに行って全部のジャンルの梅干しカリカリとか、はい、なんか蒸し梅とか甘い梅とかも買ってずっと食べてたりとか、そういうのはしてたね。じゃあずっとお仕事されてたんですね、うん、そうもすごい。だって私初期でもうずっとだるくてずっと寝てるんですよ、うんうん、なんでこんなんで仕事みんなしてるのすごいって思っちゃうぐらいで、みんな隠し通してるから、そう本当にすごいなと思って。トイレが近くなるっていうのもすごいわかる。夜中に起きちゃうんだよね、はい、起きちゃいます。だから余計に寝不足になって、そうね、お昼眠くなったりね、はい、するんだよね。だから本当にすごいですね。あとは、まあ、今ねコロナ禍でなかなか外に行くってこともないし、はい、密になることないけど、はい、私が最初の子妊娠したのが9年前になるから、はい、その時普通にでなんかみんな動き回ってたから、はい、なんかそのタバコ吸う人もいるし、そうですね、お酒飲みなよみたいなのもあったり、お酒のあれも大変、そう断り方がね、なかなか難しかったけど、まあ、その辺はこのあと仕事があるんでとか、まあ、こういう仕事だから上手に言えたけど、だからできたらもう妊娠直後から本当は発表したいけどね。そうですよね。だって妊娠初期の方がユーザーの確率も高いし、なるべくケアしてほしいじゃん、はい、でもその時みんなに言えない。あ、確かに。でも見た目が変わらないから席も譲られるっていうことないだろうし、はい、多分優先席座ってたらなんでこんな元気な普通のねそお姉ちゃんがここ座ってるんだって思われちゃうと思うから、はい、妊娠初期こそあの妊婦マークを堂々と一番、うん、そうですね、見せたいって思ったけどね。確かに。だから次、まあ、第4子いいでしょ、見切れないで今さら。そんな第4子妊娠したら、はい、私も初期から発表したいぐらい。YouTube でそう、うん、YouTube でも YouTube でも発表できる、うん、だね。だから、質問が、はい、ごめん、なんだったっけ。仕事と全ての両立は両立今とかは逆にそうだね、今はね、8歳、5歳、2歳の、はい、3姉妹のママなんだけど、はい、もうみんなスクールに行ってくれてて、はい、だから日中はこうやって自由に動けるし、朝は、はい、もうね、夜ご飯の支度8割方終えてる。だってだからお迎えずっと作ったりとか、うん、ストーリーすごいずっといつ寝てるんだろうって思うぐらい、そう、寝ない、ほぼ寝ないのよ。YouTube はね、4時に寝た。だって YouTube の編集もテロップずっと入れてるのとか、ストーリーでいつ寝てるんだって熊田さんはと思うぐらい働かれてるんで、これがね、多分ね、細切れ睡眠が、はい、その長女が生まれた8年半前からずっと続いてるから、はい、2時間ぐらい寝たら一気にパワーチャージされる体になっちゃったんだよね。本当にパワフル。だから本当に寝れないからね。出産は最初の子産んだ時に、あ、終わったと思ったけど、こっからがスタートだったって後で思った。はい、みんな出産の痛みをいろいろ教えてくれたけど、はい、新生児からの育児の大変さは聞いてなかったと思って。赤ちゃんってすやすや寝てるイメージあったけど、はい、そんなすやすや寝ないから、あ、寝かせたベッドにそーっと置いて、はい、オッケーって思ったら10分後起きたりするから、あ、そのアラームかけて何分後何時間後に起きるじゃなくて、いつ、はい、どのタイミングで起きるか分かんないから、その自分の意思じゃない時に違う人に起こされるっていうのがずっと続くんだよね、うん、大変だそれは。そうだし、多分ね、全てが消化不良のまんまの日常生活になるの、お母さんって。ご飯も中途半端、掃除も中途半端、全部がやりっぱなしの状況で赤ちゃんのお世話に追われるから、はい、その満たされないというか、はい、あ、いかに自分が一個一個の生活で、あ、これ終わった、じゃあ次これっていう段取りを経てやってきたんだって、そこで一個一個終わらせてたんだなっていうのが分かるっていうかね。だから旦那さんの想像できないね。
なんかね、ご飯も立って食べるのは当たり前だし、はい、今もう一人で3人見るときは、はい、ほぼ座らない家の中で、はい、誰かが何かしら呼ぶし、ね、まだ下の子が2歳だからおむつを履いてる状態だから、はい、一人でお風呂入るのもこの8年半ないし、はい、そうだからパパの、はい、そこは出番というか、なるほど、うん、頑張ります。パパも結構協力的だったんですか、今までのお仕事と。最近はやっぱリモートとか多いから家にいてくれることも多くて、すごいやっぱいてくれるだけでちょっと見ててができるから楽なんだけど、やっぱ忙しい時とか出張がうち主人多いから一人で3人っていうのは全然あって、そういう時はねもう本当手がいくつも欲しいぐらい、片手でなんかしながら片手ではすごいあるね。でもそれをエクササイズにしてて、私は逆に子育てはエクササイズにするから、うん、日中こんな動いてるから、はい、ジムエステ行く必要ないんだよね、もう十分動いてるから。そうか、抱っこ筋とか言ってましたもんね、うん、すごい、だって細い会社なんで、いやいや見てほしいよ、このすごい、すごいすごい、これはこっちで料理したりお皿運んでこっちで15キロ抱っことか、はい、2人目以降は抱っこしながら後ろもあるからね、やっぱ甘えたくなる、その多分お二人家族計画今後話したり、はい、今も話してると思うけど、はい、上の子と下の子、はい、一緒で、ね、何年1年離れたぐらいとかで産みたいです、できれば。そうなんですね。違う、あれ、いやいや計画はもう、早めにトントン行きたいんです。でもトントン行くには、はい、だって1歳差だと産んで、はいはい、半年ぐらいでまた妊娠ってことだよ。そうですよね。だから離乳食始まるときに妊娠、今の段階で離乳食作ってって言われてるぐらいだよ。ああ、潰したり。そうか、そうですよね、うん、赤ちゃんいて、うん、ってことですよね、今の状況だよ今の。で、私も本当は2歳差で来たかったけど、はい、産んでみてあまりに大変だったから、はい、3個ずつになったんだよね。ああ、そうなんですね、うん、なめんじゃねえよって。本当に。いや、そうね。私はいくらでも産める。10人産める、この先も。すごい。育てられない。まあ、うん、産むのは簡単だけど、誰か育ててほしいし。あまりに大変すぎて、カンガルーみたいに もう一回しまいたいって思った。だって何やっても泣き止まない時もあったし、なんかやっぱね、ホルモン今、しょうこちゃん、はい、いつものしょうこちゃんじゃない時自分が出てくると思うんだけど、イライラしてぶつかります。でもそれはね、しょうがないんだよね。そういうホルモンになってくるから。熊田さんもなってましたか。全然なるし、わけもなく泣けてきたりとか。そうです、そうです。なんかお情緒不安定になるの。でもそれはしょうこちゃんじゃない母親の、はい、なんて言うんだろう、新しいしょうこちゃんが来てんだよね。だからじゃいいんですね、別に。全然いいし、はい、旦那さんもこれがしょうこちゃんだと思わないでほしい。この子を守るための防衛本能、その守ろうとするがゆえに攻撃的になったり、はい、ちょっとね、旦那さんのことを邪魔って思っちゃう時も出てくるんだよね。そうです、そうです。寝かしつけした後になんかバタンってドア閉める音が大きいとか、そういうところもそう出てきちゃう。もともとちょっと攻撃的だったんで逆にそんな変わんないです。変わんないです。そうですね。はい。常に攻撃的な。じゃあそういう子なのかな。はい、そこのギャップはない。はい。でもね、このホルモンバランスが変わってくるからね。でもそれで今 YouTube もなんかすごい全力でやられてるのがすごいよね。ね、すごい。私が、はい、YouTuber ね、楽しいんだよね。もう今日も可愛い翔子ちゃんの家に遊びに行けるっていうテンションで来てるから楽しいだけ。だって見ての通り一人で来る。それがビビりました。スタッフさんいないの、私の YouTube は、はい、私と兄の二人でやってて、そうですよね。私がそうやっぱ楽しいとかっていう気持ちってやっぱ伝わると思うから、画面上で、はい、私がやりたいことをまず第一にやろうっていう感じでやらせてもらってるから、だから今日も会いたかった翔子ちゃんの家に行けるっていう嬉しいテンションで来てて、ただただ楽しいだけ。幸せ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、楽しまないとだ ね楽しみましょう。だってもう3日間、4日間ぐらい化粧してなかったもんね。もう今日お風呂入った今日3日間見てるから。3日間頭洗ってなくて、うん、やっと洗ったんだよね、はいはい、今日会えるから、はい、今日会うからもう2回シャンプーしました。3回分を取り戻しました。
あとはじゃあおせっかいおばさんから、はい、なんか教えてください言うとしたら、はい、この2人でいられる時間、まあ、今お腹にいるけど、はい、この空間の中で2人でいられるのってあと残すところ9、8ヶ月とかね、そのぐらいです。多分でこの先ずっと赤ちゃん中心になるから2人で楽しめることを今やってほしい。いろいろアドバイスもらってると思うけど。もらってないんです。本当にもらってないんで。全部が新鮮、新鮮すぎて。多分ね、この距離じゃなくなるの。ここに来るから。だからこんなに2人が近い距離って、はい、多分ね、このいい写真見せて、はい、これがなくなります、時期に。なるほどね、なるほどね。赤ちゃんが来るし、しょうこちゃんも、はい、この子が第一になっちゃうから。お母さんだからね、パパはちょっと寂しくなっちゃうかも。しょうこちゃんの愛が、全部ベビーに。なるほど、うん、なるほど。で、熊田さんだって熊田さんの旦那さんもそんな感じの時あったんですよね、うん、そうそう、よく知ってくれてもうみたいな見ましたけど、うちの主人は温厚で全然怒んない人なんだけど、はい、子供第一が生まれてあまりに、まあ、私もすごかった束縛とか、はい、いつどこで誰と何してるか知りたいからさ、そうなんですか、すっごい重い、一緒一緒、いやいや、そこでめちゃくちゃ重い、はい、嬉しい、重い女で、はい、こうなってたのが一気にこうなるんだよ、はい、だから主人は多分寂しかったのか、はい、第一子生まれて私が夜中赤ちゃんあやしてる時に、はい、もう寝てるから、はい、無理やり起こして何かやってよってあなたお父さんでしょ、はい、みたいな言ったら、はい、むくって起き出して壁をバンバンって蹴って誰々ちゃんばっかり誰々ちゃんばっかりって俺ここに子供がいるって思ったんだよそれでもなるのかなその翔子さんの愛情が、はい、旦那さん感じられなくなるかもしれない。なるほど。来年は。なるほど。はい。寂しいと思う。1年後答え合わせ楽しみですね。はい、すごい。だから今、はい、おすすめは、まあ、ちょっとね、はい、外出しにくいけど、子連れ NG のお店がいっぱいあるの世間って、はい、だからカウンターのお席で食べるご飯屋さんとか、お寿司とかそうですもん、そう、ちょっとおしゃれで、はい、あの着飾っていかなきゃいけないところとか、はい、あとまあ妊娠中だから選ばなきゃいけないけど、はい、辛いものとか、はい、鉄板系とか、はい、熱々のものはダメか、え、そっかそっか、あ、そうなんですか、まだね、ボロンってしてる、本当に赤ちゃんの時はいいけど、はい、そのうち手出すよね、いろんなものってなると危ないから鉄板系とかお鍋が食べれなくなるんだよね、本当だ、だから焼肉とかさ、そういう、うん、あとジンクスもあるよ、あの本当生まれそうな時に焼肉食べると生まれやすくなる、ね、いますよね、そう、コーラを飲むとかね、あとなんかなんだっけ、あれオルナミンCみたいな、そうそうオルナミンCですよね、うん、そういうの飲むと出てくるみたいな、うんうん、とかもあるからね、すごい、あーすごい、妊娠中もうだって新婚の生活ももう、はい、あと残りわずかだから、はい、確かに確かに、そう考えたら早い、早いね、そうやって考えたら、あと行けないところも、ね、きっと映画館行けなくなる、そうですよね、うん、あとゆっくり買い物も、はい、赤ちゃん気にしなきゃいけないから、できないですね、だから今やっとく、やっとリストみたいな、うん、あ、書いとくといいかも、で1個ずつクリアしていくといいかも、2人で、それをじゃあじゃあそれをこのチャンネルで、すごいネタできた、2人でネタでやりたいことリスト、嬉しい、助かる、嬉しいことで、うん、今のうちにやっとこうっていう、あとね、ヘアカラーとか、はい、美容院もゆっくり行けなくなるし、ね、あと歯医者さんも行っとくといいよ、そうですよね、お母さんってこうゆっくり歯を磨く時間さえないから、はい、虫歯になるお母さん多いの、あと栄養を持ってかれるからボロボロになるんだよね、そうなんですね、うん、そういうのも、あと今やっとくのはシミ対策、はい、紫外線を浴びて、はい、妊娠中ってシミができやすいの、あ、はい、だからね、ちょっとここも遮光カーテンにした方がいいかも、確かにこれ、すっごい光が入るから、そうなんですよ、お部屋にいる間も、はい、日焼けしちゃいそうですもん ね、この春のうちが一番シミ残りやすいんで、紫外線対策もバッチリしといた方がいい、します、すごい、美容の方まで教えてもらって永遠と出てきました、もう本当に女子会、あとね、妊娠線クリームも今から塗った方がいいよ、はい、塗ってました、もうめちゃくちゃ塗った、私は塗ってたんです、普段からパーツ別に変えてんの、はい、おっぱい、お腹、はい、他とか、はい、お尻とかね、やっぱ、はい、胸は張りを出させたいのに、はい、同じクリームもったいないじゃん、お腹引っ込めたいから、はい、だから効果が違うクリームを時間ないけど風呂上がりババって塗ってんだけど、はい、お腹はやっぱどんどん皮が伸びていくから、はい、それを翔子ちゃんじゃなくてこれはパパが塗ってほしい、え
もこうやって塗るのもいいけど、翔子ちゃんにあっち向いてもらってこうやって塗ってもらうと、はい、お腹がどんどん出てくのが分かるから、実感してくるんですね、うん、それをやってもらいたいし、それやってもらってました、第一子の時にやってくれた、あ、そうなんですね、すごい、そんなこと聞いちゃうね、第一子の時はっていうのね、確かに第二子はね、そうなんです、上の子の世話プラスだから、うん、もうそんなゆっくりした夫婦の時間が取れないの、で、そのこれからの季節は暑くなるから、はい、さっぱりしたクリームがいいと思うし、はいはい、秋冬はオイリーで、でもお洋服にベタベタつくぐらい塗っても大丈夫、あ、そうなんですね、でメーカーはね、どこ もう成分いいと思うから関係ないけど、量をとにかくいっぱいの方がいいと思う、あと、いい、どんどん何分の動画になってあとはね、私も第一子の時にやったんだけど、はい、同じ格好で同じ立ち位置で、はい、同じアングルから、はい、横向きでお腹を映していくと、はい、どんどん大きくなるのが分かるから、でそれを、ね、一冊の本にしてパラパラ漫画みたいにしたの、はい、だからそれ動画バージョンでできるから、なるほどなるほど、確かにそのね、とつきとうかっていう赤ちゃんとお母さんが一心同体でいられるのを一個にまとめてもいいから、はい、きっと今から多分撮っといた方がいいですか、うん、面白いっていうか、すごい、人生でこんなね時期ってですもん、ね、ほんと短期間だから、それも面白いかもしれない、作家さんみたいな、もうネタがどんどん、ネタが確かに本かけそうなぐらい、すごい、あとね、韓国とかでもよくやるんだけど、はい、胎児ネームをつける、あ、つけました、あ、つけた、ピヨピヨみたいな、ピヨピヨにしたのね、あのアプリの、トツキトウカのアプリで名前決めなきゃいけなくて、ピヨピヨっていうのを動画で、いい、そうなんですよ、じゃあピヨピヨ、何にしました、私はね、勝手に男の子だと思ってて、はい、なんか主人の名前の一文字取って男の子っぽい名前を呼んでたら女の子だったんだけど、そこをちょっと変えて、はい、本当の名前に名付けたの、そうなんですね、でもピヨピヨちゃんはそのままいかなそうだね、いかなそうだね、いやいや相当なそうですよね、相当なキラキラになる、すごいたくさんアドバイスいただけて、いやこれはもう多分この後も多分また、この後もそう、多分ね、喋ってたらいっぱい出ると思う、はい、あと時間が経って、もう3ヶ月後とかまた別の悩みが出てきて、また悩みが変わってくるから、うん、できるよね、うん、多分今つわりひどいと思うけど、はい、ちょっと楽になってくると、はい、すっごいハッピー妊婦になると思う、そういう時期がそうだなとか、でまた落ちる時期が来るから、はい、でまた後半は出産に対しての恐怖とかなれそう、あとは自分の体が重くなって、はい、お相撲さんみたいに歩いたり、はあ、ガニ股みたいに、うん、なるし、小村帰りって言って、はい、足がつる現象が起こったり、へで、あとは多分出産後の、はい、赤ちゃんって 2,3 時間に起きて授乳とかミルクあげなきゃいけない体になるために夜中何回も起きるようになったりするから、へえ、だからこの半年1年がすっごい体と気持ちが変わるから、ジェットコースターのように変わるから、それをケアしたりしたりっていうのをパパの役目で、はい、頑張ります、はい、私も熊田さんになれるように頑張ります、はい、とか、すごい、いやいやいや、全然だよ、なんでこんな穏やかに入れるんですか、すごいですね、今ようやく戻ったの、本来の自分に、去年の6月に断乳して、はい、ようやくホルモンが戻ってきたかも、もうそれまでは旦那さんのこと敵みたいに感じてたし、もうちょっとドア閉める音とかトイレットペーパーカラカラカラって音もイラってきてたから、はい、あとなんか家族でご飯行くときに私は子供と食べれるものを選ぶのに、はいはい、なんで担々麺頼むのよっていう、あ、自分が食べたいもの、そう、あなたは会社行ってお昼ご飯いくらでも好きなもの食べれるのに、はい、うん、なんで今それ頼むかなって思ってたりとか、ママトークもしようね、しましょう、嬉しい、ありがとうございます、たくさん、たくさん、まだまだ、じゃあカメラ止まってから話しましょう、よろしくお願いします、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、という感じで、はい、皆さんグッドボタンと熊田さんのチャンネルも見てください、はい、お願いします、 お二方のというかね、チャンネルでまた別の動画も、そうなんです、コラボもありますので、ファッション系のもやります、はい、チェックしてみてください、はい、今日ありがとうございました、ありがとうございました